最強株ディズニー強さの秘密、今回のテーマです。ディズニーというのは、ある意味ブランドでですね、実際企業名というのはご存知の通りオリエンタルランドという企業になりますので、株価予想としてはオリエンタルランドという名前でやっていきたいと思います。1、オリエンタルランドってどんな企業なのか。2、オリエンタルランドの強さの秘密は。3、オリエンタルランドの株価は今後どうなるということで、1はですね、オリエンタルランドってどんな企業なのかというところからやっていきたいと思います。はい。で、オリエンタルランドの株価推移っていうのは、ご覧いただいている通りでですね、2011年、12年ぐらいから、アベノミクスの影響もあって、一気に株価が急上昇していっている銘柄ということになります。実際ですね、時系列からちょっと見ていきたいと思うんですけど、1983年、ディズニーランドは開園したということで、今、ちょうど37年ぐらいということになるという言い方ができると思います。はい、1996年ですね、今から約24年前、東証一部に上場と。で、1997年、通算2億人が突破と、来園数ですね。はい、そして2000年、複合型商業施設&直営ホテルっていうのが開業したということですよね。今から20年前ですね、ホテル事業っていうのも開始されているということです。2001年、モノレール&ディズニーシーですね、が開業した、今から約19年前です。はい、それから2006年ですね、通算10億人が突破ということですよね。ディズニーランド通算10億人と。2013年、開園30周年という、記念の、イベントが行われています。で、ここからですね、もちろん、ディズニーランド、オリエンタルランドの、業績かけるアベノミクスということで、株価がものすごい勢いで上がっていくことになるということですよね。2015年、4年連続最高益の決算で、そして株式分割を行いましたと。で、2019年ですね、来場者数過去最高ということで、1年で3256万人、約3000万人以上の方がわずか1年で、ディズニーランド、ディズニーシーに、来場を、されたということですよね。こういった、推移になっています。で、2020年、まさに今年ということになりますけども、新エリアのオープンというのも、実際はですね、計画として発表されたということです。はい。で、オリエンタルランドですね、ディズニーランドを展開しているオリエンタルランドってどんな企業なのかということですけれども、テーマパークの会社ということですよね。テーマパークっていうのは、何かある一つのテーマに基づいて、施設を運営している、そういう、会社ということになりますよね。例えばディズニーランドにはディズニーランドのなんか一つのテーマみたいなのがあるわけですよね。例えば夢は叶うとかね、そういうなんか一つのテーマに基づいて、広大な敷地っていうのを運営する、そういうテーマパークの運営会社ということが言えると思います。ディズニーランドっていうのをね、ある意味こうね、ブランドを使わせてもらって、やってるということになります。はい。で、ホテル、あとは複合型商業施設、こういったのを運営しているということですよね。だから、テーマパーク、ホテル、そしてその他ということで、テーマパークが売上の 82% で、ホテルが 15% で、その他が 2% というふうになっているということですね。で、さらに具体的に見ると、テーマパークは東京ディズニーランドとディズニーシーを展開しているということで、ディズニーランドに関しては51ヘクタールで41アトラクションですね。で、それでディズニーシーに関しては49ヘクタールで35アトラクションを展開しているということですね。で、このディズニーランド、ディズニーシーというのは、常に進化し続けていて、常に新しい新エリアだったり新アトラクションというのが、出てくるということですよね。これだけね、高い、お客様満足度の、サービスを提供している企業だったとしても、やっぱりお客様は飽きるんですよね。なので、やっぱお客様は常に飽きるので、常に新エリア、新アトラクションというのを、展開し続けることによって、お客様に、何度も何度もリピートで、ディズニーランド、ディズニーシーに訪れていただくような、そういう企業努力っていうのを絶え間なく、やり続けているということですよね。だからディズニーランド、ディズニーシーは常に、進化し続けているという言い方ができると思います。はい。ホテル事業に関しては2000年、それから2001年ですね、それから2008年、そして2016年ということで、ホテルも、どん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 拡張し続けて、客室が増え続けていっているということです。
はい、ホテルを作り滞在者数が増加しているということですね。その他ということで、まあ、2000年商業施設ということで、エクスピアリという商業施設も、まあ、オープンさせているということですね。はい、物語とエンターテインメントのマッチということで、まあ、エクスペリエンス体験&養成ピアリということで、ね、商業施設エクスピアリというのも展開しているということですよね。こちらの方がまあ売上で言えばまあ 2% ぐらい上がっているということですね。はい、あとは2001年モノレール、ディズニーリゾートラインということで、結局ディズニーランド、ディズニーシー、あとはそのホテルっていうのをね、巡回する、まあ、モノレールっていうのを2001年にですね、まあ運行を始めているということですね。約19年ぐらい前ということですよね。まあ、だから、まあ、ディズニーランドに行ったら、ね、ディズニーシーにも、まあ、モノレールに乗って行けるし、ホテルにも行けると、直接行けると。まあ、そういうね、その巡回できるような、まあ、インフラっていうのも整えているということですね。はい、ディズニーの世界観を徹底ということで、まあ、ホテルに行っても夢が覚めないっていうかね、やっぱりこうね、キャストがゲストをお迎えするっていうのがね、ランドとシーだけじゃなくホテルの中でもそれがこう世界観として徹底されているっていうのが、まあね、ディズニーの素晴らしいところの一つということが言えると思います。はい、ということで、まあね、テーマパークが売上の 82%、ホテルが売上の 15% で、その他が売上の 2% ということになります。一大テーマ、リゾートということですね。はい、でオリエンタルランドの理念なんですけれども、まあ、企業理念としては自由でみずみずしい発想原動力に素晴らしい夢と感動、人としての喜び、そして安らぎを提供しますという、ね、こういう思いでやっているのが、まあ、ディズニーランドを展開しているオリエンタルランドという企業だということですね。はい、夢と感動、喜び、安らぎですね。はい、で来場者数の推移なんですけれども、まあ、1983年というと、まあ、今から約37年前、最初は1年間で約993万人の来場者だったわけですが、年間来場者数というのがどん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 まあ、ね、右肩上がり傾向で増えていって、まあ、直近では3256万人という方が1年間で、まあ、ディズニーランドに訪れているということですね。はい、これはもう完全に右肩上がり傾向という言い方ができると思います。世界中の人に夢、感動、喜び、安らぎを与え続けているということですね。はい、でそもそもオリエンタルランドですねっていう企業はどういうふうに家庭で生まれたかっていうのをちょっとね一緒に振り返ってみたいと思います。で設立までなんですけども、京成電鉄の社長と三井不動産の社長がですね、オリエンタルランド設立計画主義書というのを、まあ、作ったということですよね。だ京成電鉄、そして三井不動産ですね。はい、でこの鉄道事業ですよね。鉄道事業っていうのはある意味なんかね、昔はこうなんか、事業を拡大させるこう必勝的な必ず勝つ、そういうなんか、考え方っていうのがあって、それは別に京成電鉄に限らない、他のね、例えば JR 東海とか JR 東だとか、もしくはその阪神だとか、まあ、そういったいろんな、ね、鉄道会社っていうのがあったわけですけれども、結局それがですね、最終的にはね、不動産開発っていうところに行ったんですよね。要するに、まあ、自分たちの鉄道沿線の、ね、周囲というのをどん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 ね盛り上げていくということですよね。だから鉄道会社っていうのは基本的にはその鉄道利用者数を増やすっていうのが直接的な、まあ、事業目的だったわけですけど、結局そこに、まあ、人が集まると、言った時に、じゃあ自分たちの鉄道が引かれているその沿線付近を地域として盛り上げていくっていうね、土地開発、不動産開発っていうのが当時、過去20世紀の、ね中では、どの、例えば JR 関係だとか、ね、もしくは私鉄関係だとかの、ね、企業の中では、ね、自分たちの、ね、鉄道沿線の地域っていうのを、ね、開発して盛り上げていこうっていう考え方があったわけですね。でその中で、まあ、京成電鉄に関しては、まあ、要するに千葉県浦安沖を、ね、埋め立てて、ね、土地開発をしていこうという考え方があったということですよね。まあ、それに、まあ、三井不動産が、まあね、要するに、まあ、同じ共同プロジェクトという形で関わっていったということですね。はい、で小中、ね、地域を開発しようと、ね、商売、それから住環境の地域というのを開発しようと、でレジャーランドの建設をしようということで、まあ、設立主義書というのが、まあ、作られたということですよね。で国民の文化、構成、福祉に、貢献していこうということです。そして翌年ですね、1960年オリエンタルランドというのが設立されたということで、京成電鉄と三井不動産ということですよね。
はい、で、そう、京成電鉄の社長が、まあ、オリエンタルランドの初代社長になられたということですね。で、オリエンタルランド設立後には何があったかということで、まあ、1983年、東京ディズニーランドが開園するということですね。で、97年、通算2億人を突破ということで、ディズニーランド来園者数通算2億人ということですね。はい、この頃ディズニーシーの事業計画も発表されるということです。まあ、要するに上場して、ね、オリエンタルランドが展開するディズニーランドにですね、今までの通算で2億人が来場されたわけですけども、ディズニーシーという新しい、ね、エリアも作るというのを、まあ、1997年に発表しているということですね。はい、それから2000年ぐらいですね。2000年、ね、複合型商業施設&直営ホテルの開業ということですね。でエリア一帯をもう一大リゾート地、保養地にしていこうという、構想が発表されます。はい、2001年、モノレール、それからディズニーシーが開園したということですね。はい、ディズニーリゾート、ディズニーランドからディズニーリゾート、まあ、一大リゾート、一大保養地になっていったということですよね。はい、それから東京ディズニーリゾート来場者数通算10億人というのが2006年に達成しています。はい、開園20周年25周年イベントっていうのも好調で好評で行われたということです。それから2013年開園30周年ということで初めて年間入場者数が3000万人、1年間で3000万人が東京ディズニーリゾートを訪れましたということですよね。まあ、ここからディズニーのね、まあ、ディズニーつまりオリエンタルランドの株価っていうのはものすごい急上昇していくということです。まあ、タイミング的にはもちろんアベノミクスとも重なってるわけですけれども、まあ、ディズニー自体の業績っていうのももう見方上がりだったっていうのもすごく大きいと思います。はい、2011年東北大震災の落ち込みっていうのもね、まあ、株価としては、まあ、結果的にはある程度のね、数ヶ月っていう長期で見るとほとんど影響を受けなかったということですね。はい、で2015年ですね、株式分割ということで、ね、2011年4年から4年連続最高益決算を発表し株式分割を行ったということですよね。で株式分割っていうのは、まあ、どういうことかっていうことなんですけども、まあ、例えばですね、ちょっと今回のオリエンタルランドの数字とは別の、ね、数字でちょっと分かりやすく説明しますけれども、まあ、例えば株式分割っていうのは1万円の株価を5000円の株価2株に分割するっていう考え方を取ります。例えばですね、まあ、この数字っていうのは結構適当なんですけど、まあ、例えば1万円の株を、ね、1株持ってますと、ね、それが、まあ、企業が株式分割っていうのを発表するとあなたが持ってるのは1万円1株じゃなくて5000円2株ですよっていうふうに、まあね、するんですね。でそうすると既存株主からしたら基本的には何の影響もないはずですよね。ね、今までは1万円1株持ってたのが5000円2株になったわけですから結局その人が持ってるのは1万円分の株っていうことで何にも関係がないわけですよね。じゃあ意味がないのかって言ったら実は既存株主ではなくて新規の株主が増えやすいという特徴があります、株式分割っていうのはね。なので基本的には1万円は高いと、ね、例えばそれがね単元株って言って、まあ、例えばもしねオリエンタルランドの株主になりたいってなると一株からでも買えるんですよ。一株からでも買えるんですけど、ね、もし株主総会に出るとかっていう、ね、株主になりたいとか、ね、いうことになると、基本100株っていうのが、単元株って言って、まあ、基本の、株式数になる場合が多いんですね。ってなると、1万円を100株ってなると、まあ、100万円っていうことになりますよね。まあ、これって結構やっぱ大きな金額だと思います。で、それが、まあ、例えば、ね、1株が1万円を5000円ってすると、既存株主は1万円1株が5000円2株になって、結局合計1万円1万円だから何の影響もないんですけど、いや、1万円かと。で、100万円ね、100株で100万円かと。これはちょっと大きくて買いにくいなっていうふうに思ったとしても、ね、5000円1株だったら買いやすいっていうことが起きるんですよね。だから、既存株主の株っていうのは基本的には株式分割が行われた瞬間は影響がないんですけど、新規の今までオリエンタルランドの株は高いから、額面上の数字が高いから買えなかった人が初めて、あ、安くなったから、まあ、つまり買いやすくなったから買おうっていうね、そのオリエンタルランドの株が欲しいっていう需要を増やしやすい、需要を喚起しやすいっていう、そういう側面があります。これは絶対じゃないです。株式分割をすれば必ず、そのね、新規の株主が増えるっていうことはないです。ね、あくまでも欲しいんだけど、欲しいんだけど高いから見送ってた人にとっていいニュースっていう話なんですね。
もともとオリエンタルランドの株が欲しい、だけど高いと、高いから見送ってたんだけど、株式分割をして企業がしてくれたおかげで買いやすくなった、だから欲しいっていう人が、まあ、結局買うっていうのが増えるっていう傾向があります。これは誤解していただきたくないのは、株式分割をすれば必ず、ね、その新規の株主が増えるとは断言できません。株式分割をした時に、ね、逆に株価が下がるっていうことが起きるっていうのが株式投資の、ね、絶対性がないところで、ね、いやもうね、はっきり企業はそれを見込んで株式分割して1万円5000円2株にして5000円ってなると、新規の株主が増えやすいっていうことで株式分割をして、結果的に時価総額が上がりやすくなるんですよね。要するに株価っていうのは短期的には需要と供給で決まるんで、ね、1万円だったら、ね、買えないけど5000円だったら買いたいっていうね、オリエンタルランドの株を買いたいっていう人が、まあ、単純に増えれば、結局株価っていうのは需要が増えたということで株価が上がるんですよね。だから結局1万円を5000円2株にしたんだけど、結果的には1万円2株になるっていうことが起こりうるんですよ。これ繰り返しになるんですけど、これは絶対じゃないですからね。絶対ではないんですけど、1万円を5000円2株にしたら1万円2株になった。なぜかって言ったら株の需要ですよね。要するにオリエンタルランドの株が欲しい、いや5000円だったら欲しいっていう人が増えることによって、結局その株に対しての需要が増えることで1万円が5000円2株が気がつけば1万円2株になるってことが起きうるんですよね。そうすると企業からすると、単純に株式分割をしたために時価総額が倍になるってことも起こりうるっていうことです。あくまでも可能性としてですよ。でだから、まあ結局ね、今まで買ってくれてない人にもっと買いやすくするっていう意味で、まあ、企業っていうのは株式分割っていうのを行うってことがあります。ただそれは、企業が業績が好調で、本当だったら、もともとだったら買いたい、だけど高いからちょっと様子見の人たちが、いるっていうのが前提で、その人たちがいない場合は別に株式分割をしたからって言って、ね、だったらもう今がね、もしかしたら一番いい時じゃないかって言って逆に売るっていう人が出てきた場合は株が下がるっていうことも起きるので、やっぱりね、それはちゃんと要注意なんですけれども、単純に株式分割すれば株価が上がるっていうほど単純ではないんですが、一般的にそういうことが起こりやすいってことですね。つまり株式分割した1万円が5000円になった、だから5000円だから買いやすくなったんで新しく株が欲しいっていう人が増える、っていうのが、まあ、起こりやすいということで株式分割っていうのが行われるということです。で、まあ、これがオリエンタルランドの話に戻すと、2015年株式分割、2011年から4年連続最高益決算をしたことによって株式分割で最低投資額を、まあ、下げましたと。だからオリエンタルランドの株が買いやすくなりましたということですね。はい、で結果的にはこれがうまくいって株価がさらに急騰すると、ね、だから株式分割して株式、オリエンタルランドの株が欲しいっていう人が増えたことによって、まあ、株価が上がったと、ね、いうことですよね。まあ、つまりオリエンタルランドにとっては株式分割っていうのがプラスに働いたということです。はい、そして、2019年来場者数としては過去最高で、3256万人を突破しました。これが去年2019年ということですよね。まあ、新パレードスペシャルイベントなど、まあ、去年はすごくオリエンタルランドは、まあね、盛り上がりましたよということです。はい、そして、まあ、2020年、まあ、コロナがあったんですけれども、ね、やっぱオリエンタルランドとしてやっぱり、ね、常に、ね、新エリア、そして新アトラクションというのは常にこう、ね、発表し続けて、お客様に、まあ、飽きないようにですね、とにかくこう新しい刺激というのを与え続けるということで、ね、新エリア、美女と野獣とかベイマックスみたいなのを、まあね、オープンさせたというところがあったということです。はい、コロナで4ヶ月休園するも、コロナ対策をして復活ということで、株価が1回下がったんですが戻していると、まあ、これがコロナ、オリエンタルランドの株が強いと言われている理由だということですよね。はい、ということでオリエンタルランド強さの秘密ということで、まあ、一言で言うとブランド力のさらなる進化ということが言えると思います。はい、例えば、まあ、今年2020年に関しては新アトラクションということで美女と野獣とかベイマックスというのを発表したということですよね。で来年2021年に関しては、まあ、さらに新ホテルをオープンさせる、計画にもなっているということです。はい、そして2023年ですね、約3年後ですけど、ディズニーシーの大幅拡張というのも予定しているということで、まあ、好調だからといって止まることなくさらにさらに常に進化し続けているというのが、まあね、ディズニーランド、そしてディズニーシーですね、まあディズニーリゾートという言い方ができると思います。だからもうどん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 ブランドが強くなっていってるということですよね。
はい、で今後の予定としては2021年来年ホテル開業、トイストーリーがテーマの、新ホテルの開業というのが、計画されているとか、もしくは2023年、約3年後ですけれども、ディズニーシーですね、3つのエリアホテル、に関してアナと雪の女王と、の上のラプンツェル、ピーターパン、こういったのがテーマになる新しいエリアという、エリアとホテルが開業の予定になっているということですよね。はい、進化が止まらないということがあります。オリエンタルランドの今後ということで、常にさらなる進化を遂げる東京ディズニーリゾートということですよね。最高の笑顔と幸せなひとときをお届けするために、私たちの夢はいつまでも大きく広がり続けますと、まあ、こういう思い、こういう理念で進化を続けているのがオリエンタルランドという言い方ができると思います。はい、その他の好調要因として強みとしては、やっぱり恵まれた立地、広さ、あと首都圏から近い、まあ、特に東京ですよね、から近い首都圏に位置しているというのも大きな強みということですね。あとはディズニー社との契約によって、まあ、ディズニーという、ね、名前、商標、ブランドを使うことができているということです。あとはホスピタリティということで、まあね、キャストのゲストに対してのおもてなしっていうのがやっぱりね、素晴らしいサービスを、ずっと提供し続けていると、まあ、こういったところも強みということが言えると思います。はい、オリエンタルランドのホスピタリティということで、まあ、現会長の、鏡、会長に関して言うと、1958年アメリカのディズニーランドに感銘を受けて日本に持ってきたいと考えたと。でお客様の満足イコール従業員の満足ということで、まず従業員満足度を高めようというふうに考えたということですよね。で 100-1 は普通は99って考えるわけですけれどもね、鏡会長に関しては0と、99人のキャストが頑張っても1人がダメだったら意味がないというね、そういう基準を持っていたということですよね。つまり全てのキャストがお客様の期待以上のサービスを提供する、まあ、そういうね、素晴らしいこうねリゾートを作りたいというふうに考えたということですよね。はい、ということで、まあ、圧倒的なブランド力で、結局最強株、コロナで一時的に下がったとしてもまた戻すと、まあ、そういうね強さっていうのをやっぱり、オリエンタルランドは持っていますということですよね。だからまあ株式投資をやってる人たちからすると、ね、もう下がったと思ったんだけどすぐ戻るということで、やっぱりね、オリエンタルランドの株は強いという、まあ、そういう共通認識が持たれている企業ということですね。はい、でオリエンタルランドの株価っていうのは今後どうなるということでね、のをちょっと考えていきたいと思います。はい、コロナ前は15,895円と、15,895円ということですよね。でコロナショックによって1回 12,070円まで下がったんですけれども、実際この動画を話している時点ではコロナ前に完全に戻していて15,085円に戻っているということです。まあ、これがオリエンタルランドの株が強いと言われている理由ということですよね。はい、で今後はどうなるということで考えていきたいんですが、予想のポイントです。短期的にはコロナの影響がどれくらいで落ち着くかということで、まあ、実際やっぱりね、オリエンタルランドはこのコロナっていうのの影響を大きく受けたんですよね。やっぱ休園期間っていうのがすごく何ヶ月も続いたっていうことと、まあ、今年はですね、とにかく大規模イベントっていうのは自粛したんですよね。まあなんかパレードみたいな、ね、すごくこうね、大人数が集まって、で、そして、すごくね、大規模の、ね、パレードっていうのを、まあオリエンタルランドはね、ディズニーランド、ディズニーシーでやってたんですけど、まあそれを実際は自粛をしてますよね。だから入場者数の、ね、制限だとかパレードの自粛だとか大規模イベントの自粛みたいなのをやっぱ続けてますよね。だからまあね、短期的にはやっぱコロナの影響っていうのはもう確実にオリエンタルランドは、ね、その本業として実業としてはやっぱ受けたわけなので、それがまあ実際はどれぐらいで落ち着くのか、まあ、つまり従来通り、ね、大規模なイベント、大規模なパレード、それから人数制限の解除、こういったものっていうのをまあ実際いつぐらいにまあできるようになるのかっていうのはまずね、考える必要があるということです。ただしこれっていうのはやっぱりね、今後ね半年1年の話で、もっと長期ってなるともっと本質的なところっていうのをやっぱりね投資家としては考える必要があるということです。はい、長期的には入場者の約半数を関東圏に住んでいる39歳以下の人に依存している、ということですよね。実はこれがすごく本質的にやっぱオリエンタルランドにもしね、投資をするってなると、ことを考える必要があるということです。はい、どういうことかっていうと、やっぱりね、日本にあるディズニーランド、ディズニーシーですよね。日本の中にあるディズニーランド、
そしてディズニーシー、ディズニーリゾートなわけです。ってことは日本の人口の影響っていうのをもろに受けるんですよね。確かに海外からの海外旅行者、いわゆるインバウンドってね、いう人たちも、まあ、考慮する必要あるんですけど、実際ね、ディズニーリゾートに関しては、まあ、その海外からの、ね、お客様っていうのは、まあ、約1割なんですね。で、残りの9割っていうのは完全に日本国内のお客様なわけです。ね、日本国内のお客様が、東京千葉の、ね、ディズニーランドに、訪れているということです。だから基本的にはそのね、多くの方々がイメージしているほど海外旅行者とかインバウンドの影響っていうのはオリエンタルランドに関しては小さいんですね、実はね。だから基本的には日本の内需の、ね、企業っていうのがまず大前提としてあります。そして年齢なんですけど、やっぱりディズニーランド、ディズニーシーっていうのはオリエンタルランドがどれほど進化を続けてたとしてもやっぱり39歳以下の人たちが行く場所なんですね。で、40歳以降っていうのはそのね、人口の構成比からすると格段にやっぱ小さくなります。だからやっぱりこう子供たちがいて、その子供たちの保護者っていうのがもうメインということになります。もちろんおじいちゃんおばあちゃんが孫と一緒に行くっていうのもあるんですけど、それは割合としては小さいんですね。実際はオリエンタルランドっていうのは小さな子供、そしてその保護者がメインとして行く、っていう場所になってます。そして地域としてはやっぱり千葉にあるということで、関東圏に住んでる39歳以下の方っていうのが実際は来場者の約半分なんですね。ってなるとやっぱりこう関東圏の39歳以下の方々の人口構成っていうのの影響をディズニーランドはもろに直接受けるという、こっちの方が実は本質的なので、ここを考えた上で長期的な、オリエンタルランドの今後の業績っていうのを予想する必要があるということです。今回はここをですね、まあ、最強株って呼ばれているオリエンタルランドなんですけれども、短期的にはコロナ、長期的には人口動態、この辺を踏まえた上で株価予想っていうのを今回は出しているということで、あらかじめご理解いただいたらいいかなというふうに思います。はい、この人口推移ですね、っていうのを考慮する必要があるということです。はい、なのでオリエンタルランドの1年後の株価はズバリ13,105円を予想したいと思います。以上です。ありがとうございます。幸運を。